移動靴、新ドラマ、ライフのキャラクターポスターを公開。鋭い目線で圧倒写真イコールシグナルエンターテインメントグループ、AM スタジオ新ドラマ、ライフで主演を演じる移動靴のキャラクターポスターが公開された。移動靴は JTBC 新月日ドラマ、ライフ、脚本、イス4、演出、本女、ちゃん、イムヒョヌク、で信念を守る意志、レジヌに分し視聴者の前に立つ。移動靴はこれに先立って公開されたキャラクター予告映像を通じて、強烈なインパクトで視聴者の期待を高めた。本日、19日、公開されたキャラクターポスターも同じく、近寄りがたい存在感と鋭いオーラを放っている。固く閉じた唇と鋭いメスのような目は、すぐにでも何か起きそうな緊張感を抱かせ、集中度を高める。血が流れるのが見えました、という尋常ではないキャッチフレーズは、救急医療センター専門医エジヌに対する関心を高める。ドラマの中でエジヌは、山岳大学救急医療センターの専門医として、医師の信念を大事にする人物。なかなか本音を出さないし、病院内で起きることにも関心がなさそうに見え、るが、心の中には医師が進むべき道に対するはっきりとした基準がある。何よりも数字が大事な冷血な勝負師クスンヒヨ、チョスンウが病院総括。社長として赴任することで、イェジヌの人生に荒波が立つようになる。トッケビー君がくれた愛しい日々チルダ以来1年ぶりにドラマカムバックを控えているイドンウク。優しいカリスマ性と節制された力のある演技でチョスンウとの相乗効果を見せる予定で期待を集める。イドンウクはイェジヌは複雑な内面の変化を経験するキャラクターだ。しかし、そんな自分の感情、考え、行動の理由や目的を表に出すことはない。視聴者の好奇心を高められるように、またイェジヌというキャラクターが地味に見えないように努力している、と演技での変身を予告した。ライフは体の中で起きる激しい抗原抗体反応のように、守ろうとするものと変、得ようとするものの信念が、病院の中の様々な群像の中で衝突する物語を書く。現在放送中の、ミスハンムラビの後番組として韓国で7月23日から放送がスタートする。